前髪がめっちゃ変なんだよ。どうしようどうしよう。とりあえず、あ、でもなんか言うてになってきた。前髪がねめっちゃうまくできなくて、なんかどっか向いてるんだよねこっち。それと戦ってたら遅れました。お話か申し込んだ、ありがとう。受付中です。まだじゃんじゃんじゃん。あー、メールも来てなかった。そうだそうだ、メールも送ってない。よいしょ。ちょっと全然できてない髪が。しかもアイロンがついてない。前髪が全然なんかどっか向いてる。前髪がやだやだ。ほら、なんかこっち向いてるんだよね。伸びたのかな。じゃん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 。ヒロさんさん、ハート100個ありがとう。よいしょ。なんかふわーってなってる前髪が。ちょ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 。まあリップを塗っておくか。なんか全部こっちに流れてる前髪が。ふーんってなってる。まあいっか。そうだ、おはようメールも送んなきゃ。今送ろう。写真何にしようかな。ちゃちゃちゃん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 。よくゴルフでファーってなってる。それはあのなんだっけ、ファーってどれだっけ、ゴルフのファーって。おはよう、みほりん、おはよう、おはようです。もう遅用の時間になるぐらいな感じなんですけど、前髪と戦ってました。すごい。全部こっち向いてて。よし、おはようメール書こう。ちなみにハロウィンのコスプレ借りる方決まりました。あと小物、小道具も決まりました。おはよう、おはようございます。おはよう。前髪かわいい、本当にありがとう。めっちゃこっち向いてるんだよね前髪が。こっち向いてほしかったんだけど、まあいいやと思って。そう、よかった。小道具も借りれるし。小道具借りる方とナース服借りる方違うけど。そう、着々と準備進んでおります。どれにしよう、何の写真送ろう。全然自撮りしてない。朝ごはんまだ食べてないです。めっちゃお腹空いてきた。よいしょ。うん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 。後でオイコス持ってきます。ヨーグルト持ってきますね。よし、アイロンさん。よいしょ。ちょ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 。そうですね、自撮り今しようかな。ちゃん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 。ちゃちゃる。ちゃるちゃるる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 る。前髪の感じ可愛いですか。ありがとうございます。なんかすごいくるんくるんくるんしてるけど、今日は。チュン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 。おはようございます。朝からありがとう。
でもう今ナウな自撮りで送ろうかな。そう、これ勝手になんかこっちのやつリップついてる、なんか勝手に。ちょっと撮っとこう。よいしょ。よし。よし。そう、くるりん前髪になってる。そう、前髪ね、そう、シースルー感は安定してきましたね。けどね、あ、そうだ、自撮り、これ後ろ一旦撮ろう。自撮りは真っ白。やほりおはようございます。ちょっとおはようメール書くので、おはようメール書くなうって書いておこう。よし。おー、次期会楽しみです。あ、ありがとうございます。次期会もお話し会も申し込み受付中です。ぜひ。あとクアトロ、9月のクアトロ公演も受付中です。ぜひぜひ。なんかポーズあるかな、なんかポーズありますか皆さん。よいしょ。ふふ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 。早めで配信で書くの珍しい。そうですね。なんか9時前には起きたのにね、準備してたら意外と時間が。ちょっと用事あるけん行ってきます。いってらっしゃい。あ、ギフトありがとう。デサイザートさんありがとう。シングさんありがとう。平次さんかわいい、ありがとう。安部さん、お猿さんありがとう。ダルさん綺麗だよ、ありがとう。デザインズハートさんアイスありがとう。ドーグラスさんハートありがとう。ありがとう。いでしさん頑張れ、ありがとうございます。グーパンチ、お餅パン、お餅ポーズ、どれしようかな。お餅にしようかな。すぐなんかめっちゃ本当にくるまいが撮ります。横縦横、これめっちゃなんか距離近い。お待ちしよう。あと何だったっけ。ルルル、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ近め、よし。できました。あ、これ間違えた、あれだ、あのアプリのロゴが入ってる、消そう。よいしょ、もう変えたろ。お餅、ありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとう。あ、これ見え、隠れちゃう。テイク2できました。よし、オッケー、できました。今日もお目々がキラキラ、ありがとう。なんかこっちのスマホでっていうか、なんか顔がなんか違う感じに見えるか。あと前髪が。よいしょ。これで A かな。よいしょ。ありがとうございます。じゃあ、よいしょ。ちょーちょちょろろ。誕生日おめでとう、ありがとう。メール。
撮りたての写真が届くの、確かに今日は撮りたてほやほやの写真が届きます。どこだったっけ、パスワード。たんじゃじゃん、自撮りはさすがに慣れましたか。そうですね、アイドルになる前絶対してなかったけど一人で、だから昔の写真が全然、友達との写真とかしかないけど、載せれんのやけど、ですねですねですね、慣れました。よいしょ、よし、写真 OK。みほりん、おはよう、おはようございます。撮りたてほやほや写真を送りますね。どれにしようかな、これにしよう。通り取りたてほやほや、ほほほ、おはようございます。ちょっとメール書いてるからめっちゃ静かになっちゃいます、すいません。よいしょそうだね、アイドルの写真アルバム確かに、でももうメールで送ったのとかは消してます、なんかまた使わないように。最近はよいしょ、脳が起きてないですか、起きてくださいね皆さん。もう10時だもんね、早いね、わー早い早い早い今日よし、かけた、ほい、かけました。おはよう、おはようございます。取り立て自撮り送ります、どん、よし、オッケー、みちさんできました、朝見本を送りました、よいしょ、よし、完了しました。メールをお待ちくださいませ。じゃじゃじゃで、朝はまだ食べてないのでお腹空きました。朝昼ご飯になるけど、この微妙な時間は。じゃんじゃじゃん、ちょっと待って、まだお茶も飲んでないですよね、まだ今一口目の飲みます。ふんふんふん。はあ、耳かわいい、ありがとう。耳といえばこの間、ね、リコチと発見したんだよね。福田さん、あかりんさんの耳がめっちゃちっちゃくてめっちゃかわいいの。リコチと、福田さんちっちゃいかわいい。
てて横で、あかりんさんを可愛がりました。2人で、あかりんさんの両端にリコチと私がいて、その時そう、めっちゃ可愛かった。私は逆になんか耳が大きいので、耳自体はなんか前向いてるんか、前向いてるけど可愛かった。注目してみてください、今度あ、200、間違えた、624日、ありがとうございます。チャチャチャラチャチャチャそう、耳の特徴見つけにくい。そうなんだ。私は結構前向きな耳です。前しか向かねえ、なんか違うか、なんか違う曲の扱いしてるけどデザイザートさん、かわいい、ありがとう。デザイ、天使の絵の具さん、口紅もありがとう。リップありがとう。デザイザートさんも、クリプトンさん、だるまありがとう。焦げパンさん、ハートありがとう。ありがとうございます。あ、福田さん、前に向いた耳がお好き。え、私の耳好きやん。あと、ありちゃんさんとか、うわー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 、嬉しい。なんか前向いてるけんね、ここ耳かけしてなくても出てくるんよね、こっちの耳も前向きな耳です。お父さんにお母さんに分からんわ、耳は。さすが、人の耳そんなに着目したことなかった。リコチが言って、その福田さんのも気づいたから。自分も食べてないから、朝ごはん何食べ、ねえ、お腹すい、ちょっと取ってきていいですか、ちょっと取ってきていいですかね。朝ごはん、朝昼ごはんになるかな、取ってきていいですかね、ちょっとお腹すいちゃったので取ってきます。よいしょ、行ってら、ただいま。早かったさっき10時19分だったのが10時20分になったぐらい。今日はオイコス、いつものオイコスと今日はブルーベリーがあとちょっと残ってるから乗せようかな、ちょっとお皿に出そうかな早い早いです。ふん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 、たい焼きが、ゆじゅうまさん、たい焼きありがとう。たい焼きいいね、食べたい。よいしょ、ヨーグルトちゃんと、今日もね、塩分控えようかなと思っていまして、ヨーグルトちゃんとブルーベリーちゃんを食べます。ただいまです。で、あのローソンのこのブルーベリーがめっちゃいい、ジッパーがついとる後ろに、背中のジッパーよし、ブルーベリーをトン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 、あ、もうない、全然なかった。よし、これを一旦食べますいつものブルーベリーとオイコス。では手を合わせていただきます。いただきます。お、イノケンさん、栗ありが、え、これ栗、なんかすごいでっかい栗、ありがとう。アイスもありがとう。
たい焼きも金メダルもある。おいしそう、ありがとう、いただきます。ヨーグルト茶、ブルーベリーとヨーグルトマジ合う。うん、なんかね、ローソンのブルーベリーの方がね、なんか甘い、めっちゃ美味しいです。あとジッパーがついてるのが最大のポイント。これにしよう。よし。ヨーグルトの硬さは何でも好き。めっちゃさ、こういう固形のやつとさ、なんかなんだろう、めっちゃほぼ液体みたいなやつとさ、あとゼリーまではいかないけど、なんか形残ってるやつある。全部好きです。最近はでも脂肪ゼロのなので、ギリシャヨーグルトを食べてます。吉田鎌田でジッパーあるといいですね。可能性は全然見えませんが見えませんが、来週あるかな。うん、オイコス固め、あのこんな感じ。ギリシャヨーグルトは結構こんな感じです。あのスプーンひっくり返しても落ちない感じの。ブルーベリーがこのちょっと凍っとうのがいい。やっぱお腹すきすぎて秒で食べてます。ギリシャヨーグルトかける蜂蜜。今日はオイコスに加糖だから味ついてるので、今日はかけないけど蜂蜜。無糖の時はかけますね私も。チョコミントルシさん、食パンありがとう。パンも食べたいなって思ってたんだけど、コンビニに配信前に行く余裕はなかった。さすがに無謀だった。あと昨日の夜は、明日の朝なんかベーグル食べたいなって思ってたけど消えた。だるまもありがとう、チョコミントリさん。ブルガリアヨーグルト、明治ブルガリアヨーグルトってあったね。難しい。でもちっちゃい頃、ちっちゃい頃っていうの、よく食べてた、昔よく食べてたのはブルガリアさんだね、お世話に。もうなくなります。早い。もう食べたくなるもの変わる。いや、ベーグルを食べたい気持ちがなくなっただけ。家にベーグルはありません、元から。ベーグルは、最近おしゃれなベーグルもいっぱいあるから、なんか広島でめっちゃ前に、なんか多分4周年のコンサートのリハとかでの時に食べたかな、なんかめっちゃ美味しそうなベーグル屋さんがあって気になってて、メンバーも何か行ったことあるとこだったから気になってたとこがあって、そこにやっと行けて、その時なんかチーズめっちゃ、なんか5種のチーズが入ったみたいな、なんかチーズのベーグルになんか上に蜂蜜がハニーがかかってるみたいなベーグルを食べて、めっちゃ美味しかった記憶です。でもチーズも好きだし、いつもなんかあのもう生地自体がココア味みたいなのも好きけど、そんなに人生でベーグルめっちゃ食べたことはないから、もっと食べたいです。なんか広島なんか
何個かベーグル専門店みたいなのあるみたいなんで気になる。あと一口。うん、完食。早っ。お腹いっぱいじゃない。うん、お茶飲もうね。ベーグル食べたくなる。うん、私もなんか味がある、ちゃんといっぱい 味がついてる系のベーグル好き。あとはあのコストコのベーグルをお家でリベイクして、あのチョコのベーグルで温めてチョコがとろってなるのも好きですね。ちょっと絶対足りんと思ってソイジョイも持ってきたんよ。ソイジョイも食べよう。朝ごはんって書いてこう。でもソイジョイ食べても足りん自信がある。どうしようかな。後でなんか軽くまたなんか食べよう。全然足りないよ。無理。メール来た。おはようメール、おはようなんかね近いよ、画角が全体的に。あのおはようメールの自撮りは。おはようございます、おはようカップルじゃん、2人揃って。おはよう、おはおは。12分でメール来た、すごい。検閲さんありがとう、日曜日も。いただきます。前に食べようって思って買ってたけど食べるの忘れてたやつ。活発的な日曜日にぜひ。私も届いたメールをちゃんとかけてるか見てみよう。よいしょ。みほりんって呼ばれることが多いです。みほりんで、まあ、みほちゃんでも何でもいいですけどね。みほりんが公式的には多いです。おはみほ、届いた。よし。ソイジョイ、しかもこの抹茶、これめっちゃ美味しいこれかチョコが美味しい。確かにめっちゃ健康的。おいこそでタンパク質と脂肪はねないし、こっちは適度に脂質があるし、これもタンパク質があるよね。いいねいいね。抹茶とマカデミマカマカマカダミアです。植物性タンパク質。なるほど。お腹減ってきた、食べよう。なんか遅い朝だけど、早いお昼だけど、微妙な時間だけど。お腹が空いたよ。まだご飯食べてないですか。めっちゃね、なんかね抹茶の風味めっちゃするんですよ。これめっちゃおすすめです。他の味はあんま食べたことないっていうのもあるんですけど、カロリーメイトも私さ昔全然好きじゃなかったのにめっちゃ好きになった。カロリーメイト、あの水分持ってかれる感じがめっちゃ好き。ヨーグルトと食パン似てるやん。フランスパンとコーヒーいいね。フランスパンハードなパンも美味しいよね。なんかレッスンの合間とかにパクって食べれるからめっちゃいいです。こういうのありがたい。今日も最近もあのカロリーメイトも
買ってまだ食べてないのが2個ぐらいあったからバッグにポンって入れてます。うん、カロリーメイト缶もある。缶飲むってこと？すごっ。うん、カロリーメイトとチンスコーは、え、チンスコーじゃないと思う。なんかカロリーメイトはショートブレッドに似てる気がする。なんか同じような感じの見た目ので、海外にそういうお菓子あるじゃないですか。それ似てる気がする。そう、私水分持ってかれる系の食べ物好きなんで、結構これもそうだけど、え、オイコスも水分持ってかれる感じする、なんか。だからうん好き。そう、コーヒー&ナッツは今年に出たやつだったと思います。1回食べた。こんにちは。なんかね、人が食べてるの見ると食べたくなるよね。食べな。めっちゃお手頃価格じゃないこれ。抹茶うま。ちょっと落ち着きました。よっしゃ。そう、ヨーグルトとソイジョイちゃんを朝ごはんにしました。美味しかったです。ソイジョイはもうないです。あのカロリーメイトならあります。です。美味しかったです。完食。でもめっちゃ喉乾く。お茶飲もう。今日はジャスミンティーです。昨日夜にあのポットみたいなやつに入れておいて、今日の朝まで冷やしておきました。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。優雅な朝ですね。でも私も今日も一日頑張ってこようと思いますので、皆さんも楽しんでくだされ。よき。ちなみに今日の私のズボンがめっちゃ可愛いんですよ。見せたいなと思うんですけど、どうしたらいいかな。ズボンが前から見たらただの白いズボンじゃないですか。なんとなんと見てください、後ろは黒い。後ろは黒い。すごくない？可愛くない？見て、半分で色違う。ツートン、キリツで、ね、その着席してますね。すごくない？あ、井野健さんありがとう。クマと花束ありがとう。すごくない？これ見せたくて。あ、めっちゃ見やすい見やすい。ピッ、すっごいここが伸びてます今。ストレッチ。めっちゃ可愛くない？このズボン、めっちゃ可愛いと思って買いました。この間届いて。確かにパンダ的な、パンダっぽい。めっちゃ可愛くない？ほら可愛い。今日はこれを着てるのでルンルンです。あ、そんなところで、ところで井野健さん、ありがとう。すごい祝われてる、ありがとう。あら、パトカーじゃんって。おい。まあ、パトカーってことはかっこいいってことか。やったね。ありがとう。確かにターンとかしたら綺麗だわ。今日いっぱいターンするね。じゃあ見えないけど、みんなに。いいでしょ、かわかわでしょ。ありがとう井野健さん。いや全然、背景がまだ誕生日なんで、誕生日です。よいしょ。ありがとうございます、ありがとうです、ありがとう。パトカーはめっちゃおもろい。めっちゃちょうどいいのを見つけましたね。ターンするわ、ターンいっぱいするわ。あ、こっちじゃないな、これだな。よし、これだこれだ。ありがとうございます。はい、取り締まります、私が。よいしょ。
何色にしよっかな、水色にしよう、 STU。 よいしょ、ありがとう。たくさんターンしたら虹色に見える、そんなことがある。黒が虹色に見えるか、虹が虹が空にかかってみたいな曲あったの、懐かしい。これなんだっけ、なんていう曲だっけ、めっちゃ小学校か中学校かに歌った記憶ある。小学校かな、空にかかって君と僕の気分を晴れてみたいなあったんだけど、この曲なんですっけ。なんか合唱みたいな感じで歌った記憶あるんだけど忘れた。なんだっけ。お礼を書きます、イノケンさん。なんだっけな、これ、あ、虹って曲なの。そのままだった。なるほど、やパトカーに乗って DD 操作。まあ、いいですけどね、別にあの好きでいてくれてるだけでいいんですけどね。あの観察してますね、じゃあこうやって見張ります。捕まえはしないけど 見ときます。虹って曲だったんだ。すっきりすっきり、懐かしい。この曲みんな知らんかな。田中さん見張り役、交番の人みたいな感じで見張っときます。ではでは、ありがとう。じゃん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 、ちゃっちゃちゃっちゃちゃ。監視社会やばいやばいやばい。叱られた、いやいやいや。いや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 、いや見守る、見守りますね。大丈夫です、見守りますよ。うん。見守られてる方が怖くないって思ったけど。いつもいい人が、うんうん、見守りたい。よいしょ。よし、2021年9月5日か、9月5日、よしよしよし、 OK。 ともちさんも綺麗だよ、ありがとうございます。わーわーわー。ありがとう。ではビッグラブ、 Thank you。 ではイノケンさん、ありがとうです、ありがとうございます。じゃんじゃん、なんか前髪見慣れてきた。じゃじゃじゃん、ぐるぐる。ありがとうございます、ありがとうです。ビヨンビヨン、お辞儀ありがとうございます、ありがとう。前髪良き、本当に良かった、なんか見慣れてきたかも、このちょっとなんかホワンってもう全部こっち向いてるみたいな前髪。あ、止まってたんだ、あら大丈夫でしたか、ちゃんと見れました、ありがとうございます。井戸健さんありがとう。
ありがとうございます。いや嬉しいですね。誕生日がずっと続いてる気持ちだもん。嬉しい、めっちゃ。そのね、誕生日も含めての19歳の思いとかを書いたブログが明日かな出るので、ぜひお楽しみに。何書こうと思って、あ、そうだ、ちょうどと思って書きました。昨日書きました。なのでまたお楽しみにパチパチもありがとうございます。皆さんかわいい立っとる、ここにタワーが。ありがとう、ありがとうとっと。いやいや、メッセージ書いてお礼はね、いや、まあ、したいですね。これは私文字書くの好きなんでね、すごい。もう誕生日でね、このスケッチブックをねいっぱい使いました。ありがとうございますありがとう。そう、チェキ会もまだまだ受付中ですし、お話し会も受付中です。お話し会は一旦明日の13時までかな。で、1時なんだっけ、申し込み期間 A の1時受付が一旦終了する気がするですね。なので、あ、ご注意くださいまし。よいしょ、アイロンちゃんが、アイロンコンセントのいとこ、お、いてよし、アイロンをちゃんと直して、よし、ルルルルル、もう今日もこの前組でいいか今日はあー好きって、なんか久しぶりだな、ありがとう。ルル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 ン、カキカキしてる時 ASMR、 あ、ほんとなってるんや。イヤホンだとより一層かもね。ヒヒヒ、好きなんでね、書く、文字書くこと好きなんで。よいしょ、ふん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 、今日のうちに申し込みます。ぜひ待ってます、よろしくお願いします。ちょっと今日もパシェにもらったあれで唇を潤そうお、好きです、あらあら、ありがとうございます。よいしょめったか青なのにね、塗ったらちゃんと、すごくない、どういうこと、どういう仕組み、すごいね。パッ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 パ、うん、ぜいぜいになった。ヤッホーみほりん、ヤッホーです、こんにちは。皆さんこんにちは、もうこんにちはか、もう11時になったらこんにちは感あるもんね。こんにちは、うんうん、すす好きです、ありがとうございます。でも思いは言葉にしないとねありがとうございます、美しい、ありがとう、そんなそんな、なんか可愛いなこれなんかアバターが、ありがとうございます。いやー、もうこうしてこんな半袖を着るのもね、もうそろそろなくなるかもしれないですね。今日も一応上着着て出るときは出ようかなって思うけどよいしょ隠してたけどめっちゃ好きです隠すの上手すぎんか全然待ってます、お話し会ありがとう、ぜひぜひ待ってます。かわちい、あら、ありがとう、待ってますよ皆さんゆういちさん、ハートありがとう。ジュヤくん、リップありがとう、あ、出てなかったありがとう。ジェローさんも金メダルありがとう、ありがとうございます。水筒よ、いいね、ありがとう、言葉にされてるありがとうございます。おー、ありがとう、隠してなかったけど好きです、ありがとうございます、伝わってました。ではまた再確認、うん、ありがとうございます。そう、チェキ会はそう、その方への
メッセージを喋りながら書きます。ぜひお楽しみに。しかも全部違うポーズとか髪とかなんか表情とかにする予定のチェキなので、全員のチェキが被らないチェキになると思います。待ってます。うん、うん、好きならば好きだと言おう。本当やん。ごまかさず素直になろうだね。曲の通り、ぜひごまかさず素直になりましょうめっちゃ告白されてる。お、わだしか行く予定にしてます。ありがとう。そう、わだ配信してる。11時までかなと思います。11時までやってやります。イエスイエス。そう、今回もポーズをチェキ会の2日3日前ぐらいにみんなで配信で考えようかなと思うので、チェキ来るよって方一緒に考えましょうね。またお話しましょう、ぜひぜひ待ってますよ皆様。チェキ買いました、ありがとう。心理戦ありがとうございます。ずっと素直です。本当ですか、本当か、本当か、本当か。素直の方がね伝わりますから。まあ、ツンデレも好きですけどね私はあ、すごい、受付帳いっぱい書いてくれてありがとうございます。ただいまクワトロ公演も受付中ですし、チェキ会も受付中ですし、お話し会も受付中、すごい情報量が多いんですけど待ってます。そう、受付中、受付中が渋滞中ですしおへくんかわいい、ありがとう。尊いもありがとう。クリプトンさん、だるまありがとう、ありがとうございます情報方ですありがとう早口言葉、情報、情報、違う、受付中渋滞中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 、中中中、うん、かわいすぎる。チェキを待つ、待っててください。チェキを待とう屈指ゆより推しになるのも受付中ですですね。あの公式さんもね、なんかツイートで書いてくれてて、推し迷ってる方はぜひ今からでも押すの遅くないですよって書いてたので、遅くないですよ、早くお話ししたい、待ってますよ。庄司さんかわいい、ありがとう、キュルン、ありがとうございます。案内の手書きが綺麗、あ、本当に良かった。見えますか、ちょっとこっちは文字がね結構ちっちゃめになるので、こんぐらいで見ないとですけど、よかった、ありがとう。ぜひぜひ待ってます。特に初日と最終日はね、あ、この袴も、え、卒業式の袴はもうなんかあの知り合いの、あの私小学校の卒業式の時に袴着たことがあって、それ実家あるかなって思ってたんですけど、勝手になくて、知り合いの子に譲っちゃってたから、だからでも新しい袴を選びました。なのでお楽しみにそう、袴を着ようかなと思います。まあ、私ぐらいの人が袴はこの日になんかね家から着てってっても多分大丈夫ですよね本当に卒業式かなみたいな見た目からな、大丈夫かな。そう、1は制服風で、これも決めた、ハロウィンも決めた、サンタは衣装だからもう決まってるはず。でここはまだどんなコーデにしようか、その日が近づいてきたら考えようって思いますが、最終日は袴も決めましたぜひ待ってます。そう、私記憶力には自信あるので、そうですね、お話し会はねもうね、もうねすぐ覚えるよ。顔と声と名前が一気にわかるからもう余裕でそう、袴めっちゃレア、ちゃんと着れるかな、着れんくてごめんなさい、着れんくてめっちゃ普通の服だったらごめんなさいでも家から着ていくしかないんかな袴もう自分で着れるものなのかな袴って
ワールドカップ予選ばりに日程長い。おお。スポーツ好きな方に分かる例え。うんうん。いや顔忘れてないですよ。大丈夫、余裕です余裕です。大丈夫ですよ。そうそう、名前も出るから覚えやすい。そう、オンラインお話し会、そうなんだよ。多分握手会とかの方が名前、名札してる方はいるかもしれないけど、名前ここに出るわけじゃないじゃないですか。だからなんかお話し会の方が認知度が上がる気がする。だけどわかんない、私的にはね、多分のでうん、会いたいと思ってる。ぜひぜひいっぱい喋りましょう。顔と名前隠してお話しか。え、でも分かる人は分かるし、君も分かると思います。もう声で分かる方もいるね、全然。なので楽しみですな。10月まではもうあと1ヶ月と25日しかないからすぐ来そうですね、楽しみ。こんな私でも笑顔で会ってくれますか。え、余裕です。え、どんな私なの、こんないいじゃん。会えます、会えます。そうだね、そう、マスクしてても分かるからめっちゃ A です、 A です。え、声で分かる方はいます。いや声変えて挑む、やばいやばい。高度すぎるわ。分かるかな。でもそ、声変えるって言ってもね、そんな変えれないでしょ。分かるよ、自分の声どう聞こえてる。でも確かにさ、なんかさ、自分が思ってる自分の声とさ、なんか動画とかに入ってる自分の声ってちょっと違いますよね。それはちょっとわかる。私もどう聞こえてるか不安だもんね、配信とか。本名すら覚えてさ、そうですね、放課後ホームルームとか、なんかそういう本名でしか参加できないみたいなイベントに来てくださった方も、なんか勝手にもう記憶力がいいから覚えちゃってるっていうのはありますね。アイドル声に変えないと。皆さんも皆さんも可愛い声でぜひぜひお願いします。そっか、自分の声は骨から伝わる。そっか、振動がね、だからちょっと違って聞こえるのか。ミュージカル風な声で待ってます。ぜひぜひ待ってます。お、ハート、ハート、ふだっちさん、ハートとラブレターありがとう、ありがとうございます。じゃあ本名で参戦しよう、やばい。もう振り切ってるね。全開で振り切ってる。そう、でも記憶力はすごい自信あるので、多分来てくれて満足せずに帰ることはないと思います。満足して帰っていただけると思います。うん、本名てんてんてん。もうね、あの、なんか覚えようとしなくてもなんかね、なんか入ってきちゃうんですよ。だからもう覚えちゃってます、皆さん。さすがに本名は、いや。あとお手紙とか送ってくれた方も、あのね、結構そう、お名前が分かっちゃってます。ヒロさんさんもラブレターありがとう、ありがとうございます。記憶力ね、そう、なんかこういうの記憶力はいいんだけど、どう、でも振り入れとかになると全然頭に入らないんですよ。だからちょっと鍛えていきたい、こっちの記憶力も。ではね、そろそろね、今日もランキングを読む時間になってきましたので、あと1分後ぐらいに読もうかな。最後に何か言い忘れたことあれば言ってください。いつもお話しして満足して終わった後余韻で動けなく。でも私もなりそう、そんなの。私もそっち側だと なります。そう、押し始めるなら今です、今です。なんだっけこれ、今でしょだ、今でしょ。今ですって言っちゃった、今でしょ、待ってますよ。言い忘れてたけど可愛い。忘れてること多いんよ、ありがとう。思い出してくれてありがとう。スタートアップ美穂への扉、なんかそんなドラマはなかったっけ。
韓国ドラマでなんか似たような題名見たことある。あ、白 TE ありがとう。動きやすいですね。しかもこれは私の好きなミニ丈の T シャツなので。ありがとう。おー、今ですよ。本日も可愛い好き、ありがとう。そうだね、アイドル記憶力ね、確かにいいメンバー多いかも。うん、でも本当に、うん、こういうご時世だからっていうのもあるかもしれないけど、やっぱ会える方とか限られてるからね。だから覚えれる、なんか。世界で一番大好き、ありがとうございます。今日も一日楽しんでいきましょうね、みんな。いやいや、オスのライブで遅れたら大丈夫です、取り戻せてます。ありがとうございます。ではランキングを読んでいきます。22位のみほりん賞からいきます。22位はオオカミさん。そして13位はももたんさん。12位ユナイテッドさん。11位ジトクさん。10位リーズさん。9位ドグラスさん。8位クマネパパさん。7位クリプトンアットおもち田中美穂さん、19歳の誕生日おめでとう、ありがとう。6位大地さん。そして5位ジェロさん。4位カンちゃん。3位チョコミントリス。2位竹まつるさん。そして第1位はイノケンさんでした。ありがとうございました。今日も京都ってこんな感じで、まだ誕生日の余韻が感じられて幸せでした。皆さんありがとうございました。日曜日が皆さんにとっていい一日になりますように、私も楽しんで過ごしてこようと思います。では最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけん、パー。ありがとうございました。お仕事頑張って、ありがとう。皆さんもお仕事ある方は頑張って、お休みの方は楽しんでください。バイビー。